高賀流は大阪市のアメリカ村エリアに本店を置くたこ焼きなどの飲食店。運営事業者は株式会社高賀流。1974年大阪府大阪市南区のアメリカ村で創業。アメ村の若者に安心して安くうまいものを提供したいとの情熱から店名も出身地滋賀県を背負う誠実さ、プライドで高賀流と命名した。これが現在の 本店で観光スポットとして有名な通称三角公園の前にある。創業から半世紀の老舗の専門店として、甲賀流は若者人気ナンバー1の絶大な人気を誇る。アメ村の本店をはじめ関西に12店を、その他不定期で百貨店やショッピングセンターなど各種イベントにも出店している。記事に合うように調味料にこだわり、マヨネーズは元より、 ソースは、リンゴや玉ねぎで、フルーティさを極めた特製オリジナルで、醤油は、かつお風味の土佐醤油、高価な塩を使う。高河流のたこ焼きは、優しい生地、山芋のトロトロ感を特徴としている。ふわっとした、独特の食感に仕上げるため、長い、目打ち2本を使う、二刀流の針さばきで素早く幾度も回転させ、カラッと直径3センチメートルに焼き上げる。 2008年4月6日、上方お好み焼きたこ焼き共同組合として、大阪府知事公館の庭で、おこたこスプリングフェスティバルを開催。お好み焼き店の大阪ボテュ、お好み焼きゆかりなどと共に出店し、たこ焼きを橋本徹大阪府知事に実演してもらい、各国の総領事らに、大阪の食を PR した。女優の北のは、たこ焼きについて、 関西に友達はいないけど、よく大阪に、かわいい洋服を買いに、アメリカ村行って、高河流たこ焼き買って、三角広場で食べてます、一人で、と、三経スポーツに答えている女優の上戸彩も高河流、たこ焼き好きを公言。たびたび訪れており、2013年11月28日、大阪市で、開催の主演映画、武士の献立試写会の舞台挨拶でも、 三角公園の高賀流のたこ焼きが大好きと述べ、映画で共演の俳優のコーラ健吾の分まで高賀流たこ焼きを完食していた。2015年1月30日にも本店を訪れている。毎週、船場祭りの一環として開かれる東日本大震災復興支援大船戸さんま祭りにおこたこ組合として参加。 被災地岩手県大船渡市から直送された旬のサンマを炭火で焼き、提供を手伝うほか、お好み焼き、たこ焼きをチャリティ販売、売上金を復興支援として寄付している。ありがとうございます。